こんな素敵なお祭りに乱入させていただいて、はい、乱入だぜ。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。なんかね、いい天気に恵まれて本当に直前まで天候を心配してたんですけどね、はい、皆さんの、この暑さもまるで沖縄そのものでございます。まるで沖縄さ、はい、暑いさ。この暑さすごい素晴らしいですね。こんな感じ。全くあの沖縄の漁師の格好でやってまいります。漁師。これであの朝の腰に締めるともうまるっきり漁師そのもので。いいことない。ねえ、じゃあね、少しの間ですけれどもね、はい、あの皆さんに演奏を楽しんでいただこうと思いまして、はい、はい、張り切ってやってまいりました、はい、じゃあ次の曲、次は朝戸屋ユンタ、朝戸屋ユンタ、はい、はい、皆さんよくご存知の沖縄の神様でございます。またハーリヌトンだな、神様よ、はい、ね、ではね、あの分かる限りで皆さん祈ってお願いいたします。じゃあ朝戸屋ユンタ、we'll be right back。
いたしました。なんかね、聞いたことあるぞみたいな、はい、感じでお許しかと、はい、あの沖縄のね民謡と言いましてもいろいろあるんですけどね、皆さんがよくご存知な曲をちょっとね今日もさせていただこうかと思っております。沖縄が返還されて40年ぐらい経ちますけどね、はい、毎年あの返還記念日ソングみたいなのがあります。実はあるんですね、あんまり知られてないけどね。その中でね、一つビギンさんの有名な曲、シマンチュの宝っていうありますね。知ってる人はシマンチュの宝、ね、ありがとうございました。よかった。シマンチュの宝っていう曲がね、そのインドの都市間の忘れたんですけど、変換ソング、あれ多分去年やったの。去年、そんなに新しくないよ。2年、いや違う、40周年記念は去年かなんか、おととしに40周年記念、変換40周年記念かなんかやっとった。そうそうそう、毎年何なあかんや言うて、うん、返還記念ソングがあるんですよ、実は。あの、ね、以前ですとそのネーネーズっていうか桑田佳祐さんが作ったあの、あ、名前忘れた、あ、なあ名前出てこんわ、もうほんま困るわ。ほんま何やったっけな、もうええか、もうええわ、もうええか、まあ、とりあえずこの四万十だからね皆さんよくご存知なんで今日はさせていただこうと思っています。いいやさあさあとかね掛け声やりますので皆さん元気よく一緒にやりましょうね。はい、いい天気だね。じゃあ四万十だから、輝く星も流れる雲も
届けいたしました。ね、手拍子ありがとうございます。嬉しいね。はい、ね。なんかね、初めてのところとか言うとね、やっぱり皆さんどんなんなんやろって不安だよね。聞く方もね、どんなんが出てくるんや言うて。そうですね。だから2回目ですから。2回目ですからね。1回目でこう、ふっと掴んだ。どうしていいんかわからないという。そうですね、普通はあの静かに厳かに聴いとかないかん演奏やと皆さん思われとると思うんですけど、沖縄の音楽は全く違います。一緒に歌ったり手拍子したり合いの手を入れたり、そういうある遠客一体ですね。一緒に楽しむのが沖縄の音楽ですので、全然遠慮せず一緒にやっていただいたらいいというふうに思います。